声の大津市議会だより2018年8月1日発行第140号6月通常会議をお届けします目次本会議の概要2から3ページ常任委員会4ページ特別委員会5ページ質疑一般質問6から10ページ 議案の議決結果10ページ、ミッションロードマップ11ページ、議会改革度ランキング12ページ、子ども向け議場見学会を開催。若者の議会での関心と投票率の向上を目指して取り組んでいます。大津市議会では、若者の政治への興味・関心を高めるために、様々な活動を行っています。 このたび議会への関心の向上策として小中学生を対象に議場見学会を開催することになりました実際に議席に座って電子採決システムを使ったクイズをしたり議員が議会フロア内を案内するなど子どもたちが普段触れる機会の少ない議会や議員を身近に感じてもらうための取り組みです夏休みの1日 大津市議会を体感してみませんか詳しくは12ページをご覧ください。ピックアップ。議会改革度調査ランキング2017。全国の市議会で1位の評価。2015、2016年に引き続き、3年連続で高評価をいただきました。議会基本条例を一部改正しました。 これまでに具現化した取り組みを議会基本条例に明記することにより、後退させることなく推し進めていきます。6月通常会議を開きました。6月4日月曜、本会議、議案の提案説明。12日火曜から15日金曜、本会議、質疑、一般質問。 19日火曜予算常任委員会分科会21日木曜各常任委員会25日月曜予算常任委員会全体会27日水曜各特別委員会29日金曜本会議討論採決大津市議会は 市民に開かれた議会、分かりやすい議会を目指しています。本会議の概要、6月通常会議、6月4日月曜から6月29日金曜、26日間、本市の保育所待機児童解消策を活発に議論、市が公設地方卸売市場の 将来的な民営化方針を表明6月4日から同29日までの26日間補正予算や条例の制定改正などを審議しました質疑一般質問では26人の議員が登壇特に市民センターの支所機能再編にかかる進め方や再編素案に反対する署名への対応 保保保育育士ののの確保や今後の公立保育園の在り方を問問う質問が多く出ましたまた、民営化の検討が進められている公設地方卸売市場については2020年度をめどに民営化を目指すとの方針が生活産業常任委員会において示され委員会で活発な議論を行いました市議会としては議会基本条例の一部改正を 議員提案により上程し、前回一致で可決しました。提出議案を慎重に審議、全議案を可決、同意。本通常会議では、一般会計補正予算や、歴史的風痴維持向上協議会条例の制定、付属機関設置条例の一部改正など、計15議案を審議しました。 最終日の本会議では一般会計補正予算について市職員のさらなる時間外勤務の管理適正化を目的として事前に時間外勤務の申請がなく執務時間外に稼働予定のないパソコンの電源をあらかじめ設定した時間に切断するシステムを導入することの必要性を疑問視する反対討論などが行われました。そして、採決の結果、 全ての議案と4件の意見書について、それぞれ可決、同意しました。保育の質の確保や、保育所のあり方を活発に議論。質疑、一般質問では、補正予算に計上された保育事業に関連した質問が多く出ました。本市ではこれまで国が定義する保育所等待機児童ゼロを3年連続で達成していましたが、 保育施設の利用申し込みが予想以上に増えたことなどにより、2018年4月1日時点において、待機児童ゼロを達成することができませんでした。これを受け、市は、大津市待機児童緊急事態を宣言、待機児童解消に向けた緊急対策として、保育の量的拡大に向けた民間保育施設の整備補助の追加や、不足する保育士確保に向けた、 民間保育所への雇用経費の助成などの支援策を打ち出し約1億9800万円を増額する補正予算案を提出しましたまた同時に公立保育園の在り方として老朽化による建て替えが必要となる際は今後民営化を検討する方針も示されました議員からは保育士不足の要因や公立保育園の民営化検討による 保育ののの質質への影響ななど、多くの関連質問が出され、活発な議論を展開しましまた。市民センター機能等の在り方検討をめぐって市が進める市民センター機能等の在り方検討については今年の2月通常会議において市民に対する素案の説明が十分ではなかったとして広く市民に周知して意見を伺った上で スケジュールも含めて素案を検討する方針が示されています本通常会議においても改めて市民センター機能等の在り方検討の進め方に対して多くの議員がさまざまな視点から質問しましたまた山岳区の自治連合会長などが持参した市民センター再編素案に反対する約1万5000人分の署名を その場で受け取らなかった市の姿勢について、その対応を疑問視する質問も相次ぎ、市長は受け取り拒否と取られても仕方がない対応だったとして謝罪しました。その上で改めて、署名の受け取りについて説明し、反対意見も丁寧に聞きながら、より良い案をまとめていく旨、答弁しました。公設地方卸売市場の民営化。 公設地方卸売市場は、施設の老朽化や大きな財政負担などの課題を抱えており、現在、民営化の検討を進めています。本通常会議には、公募提案方式により、施設の譲渡を受けて、地方卸売市場を開設する民間事業者を選定するための委員会の設置を含む、付属機関設置条例の改正案が提出され、 条例改正案が可決されれば、本年度中に開設事業者の選定を進め、2020年度をめどに民営化を目指すとの方針が、生活産業常任委員会において示されました。委員からは、市場関係者との協議や、意見聴取が不十分であるとして、入場業者など関係者の意見を反映するよう求める意見が出ました。 最終日の本会議では、公設地方卸売市場条例に基づき、設置されている公設地方卸売市場運営協議会が2年以上開催されていないなど、十分に機能していない、民営化に向けた関係者との合意形成が図られていないなどの理由により、公募提案型地方卸売市場開設者、 選定委員会の開催経費の増額を含む、卸売市場事業特別会計補正予算と合わせ、本条例改正案に反対する討論もありましたが、採決の結果、いずれも可決されました。2018年度補正予算、一般会計では4年ぶりとなる待機児童に伴う、大津市待機児童緊急事態宣言に基づく、 緊急対策経費をはじめとする総額約3億1800万円を増額しました。主な内容は次のとおりです。児童クラブ施設整備事業。平野児童クラブの児童数増加に伴い、平野幼稚園舎の児童クラブとしての活用に向けた用途変更手続きを実施します。時間外勤務の管理適正化。 市・職員のさらなる時間外勤務管理の適正化を目的に、事前に時間外勤務の申請がなく、執務時間外に稼働予定がないパソコンの電源を、設定時間に切断するためのシステムを導入します。公募提案による民間事業者の選定にかかる経費、大津駅前公園、 なぎさ公園などに出店を希望する飲食店などの事業者を選定するため、審査委員会を開催します。保育士確保のための就職フェア開催経費、滋賀県保育士保育所支援センターによる就職説明会に加え、市外の保育士養成校の学生を対象に、市内保育園を紹介する市独自の就職フェアを開催します。 地域密着型サービス施設整備補助事業、利用者などの安全性の確保を図るため、認知症高齢者グループホーム2施設の大規模改修にかかる経費を補助します。民間保育施設の保育人材確保、新規採用保育士の雇用経費や、短時間勤務保育士の賃金、保育士雇用の際の有料職業紹介手数料を、 民間保育施設に補助します。主な条例の制定と改正、付属機関設置条例の一部改正、公募提案型地方卸売市場開設者選定委員会をはじめとする市長の付属機関の設置と、緑の基本計画審議会などの役目を終えた付属機関を廃止します。 歴史的風磁維持向上協議会条例の制定。本市の歴史まちづくりの実行計画となる、歴史的風磁維持向上計画を策定するにあたり、歴史まちづくり法に規定する協議会を設置します。歴史まちづくり法。地域における歴史的風磁の維持及び向上に関する法律。市政。 ビフォー・アフター、議員の質問とその後を追跡しました公認キャンプ地の選定議員の質問ラグビーワールドカップ2019に出場する代表チームの公認キャンプ地に選定されるため組織を立ち上げ市民とともに行動すべき市の答弁県や競技団体との連携のもと キャンプ地選定に向け準備を進める。選定されれば、チームと市民との交流実現のための組織を設置する予定。実現。本年4月、ラグビーワールドカップ2019に出場する代表チームのうち、フィジーとウェールズの2チームの公認キャンプ地として、本市が内定しました。固定資産税の特例税率の導入。 議員の質問、中小企業が要件を満たす新規設備を導入した場合、当該消却資産にかかる固定資産税の特例税率を3年間ゼロにするよう条例を改正すべき。市の答弁、中小企業支援の観点からも有効なため、特例税率を導入する方針であり、新法成立後、速やかに計画の策定と、 市税条例の改正を行う実現法律に規定する設備導入を行った中小企業に対し該当する設備にかかる固定資産税の課税標準をゼロにするため本通常会議で市税条例等の一部改正を行いました民泊専用相談窓口の設置議員の質問 住宅宿泊事業法施行に伴い宿泊者や地域住民が相談できる民泊専用窓口の設置と実態把握や県と協議する仕組みの構築を検討すべき市の答弁法施行に向け専用相談窓口の設置をはじめ実態把握や県との情報共有などの仕組みづくりについて 町内関係部局による連絡会議で検討する。実現。同法が6月に施行したことに伴い、民泊に対する市民からの相談窓口を保健所内に設置、県や町内関係各課と連携を図りながら、生活環境悪化防止に取り組んでいきます。市議会トピックス。具現化した取り組みを後退させないために、 大津市議会基本条例を一部改正本通常会議において議会基本条例の一部改正を議員提案により上程し前回一致で可決しましたこれは市民参加の機会の充実の項目のうち請願者が希望した場合の趣旨説明の機会を原則確保するよう内容を充実させたことと 議会改革の項目の中に共通の政策課題を抱える他の地方公共団体の議会との連携についての規定を新たに設けたものですいずれも具現化した取り組みを後退させないために実情に合わせて議会基本条例を改正したものとなりました議長マニフェスト議長の立候補制と所信表明を導入した 2016年から議長公約として受け継がれてきた共通課題を抱える近隣市議会との広域連携は4月に草津市議会と連携協定を締結するなど成果が出てきておりこれを議会基本条例に明記することで他の議会との連携を今後さらに進化させていきたいと考えています中野次郎議長